皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、7月の17日、17時14分。こちらが、私の撮影した、加古川という河川の市場というあたりの、ところです。で、両サイド、川幅が広くてですね、高さが、いやいや、橋がかかってる部分が高くなってると思うんですけども、その、上流の方をですね、ちょっと待ってくださいね。これは地下水流ストレートトンネル発電の、引き方ですね。ちょっとカーブがかかってますけども、できるだけ距離長くということで、右端の方を、選んでいます。これが、こちら側の上流の方なんですけども、両幅、ややサイドは少し低くなっている可能性もありますので、そちらの水位に合わせて、水位が来るような形に、せざるを得ないんですけども、これを、良しとしましょう。というのはですね、もし河川、ものすごい集中豪雨とかの時に、その水門を、もし、非常事態が発生して、水門がもし上がらなくなった場合、一応、フック首相の話っていうのは、水門の上に、輪っかを、つけておいて、輪っかじゃなくても、どう言ったらいいんですかね、こう、門があったとしたら、この辺のところにこう空洞を作っておいて、なぜこう、フックをかけてクレーンで吊り上げれるように、開門できるように、基本的にはハンドルぐるぐるで、手動で、電気で通電で、一応開門はできるようにしておいて、集中豪雨なんか年に10日もないですよ。とんでもない大雨の日は。で、その、もしもの時のために、フックとかをつけておくだけであって、で、この市場の場合は、この橋がかかっているところが一番河川の川幅が広いんですね。で、奥行きの方が水位満水にした時に、その橋のところの満杯にすると上流の方のところが溢れかえてしまうっていう可能性があるので、ある程度の水位に下げれると。っていうことはどうなのかって言いますと、仮にトラブルがあって、門が開けれなかったとしたとしても、その上を橋のところで水が上を通過していくような形になるんですよ。上の方から、上流の方から水が流れてきていて、こう河川のこう橋とその水位のところのこの上に空洞がありますから、そのあたりのところで水を通過していって、要するにこう波になってるから、こっちの方は少し下がると思うんです。もともとある程度のまとまった雨でも、この河川の幅の広さですから、まずまず、加古川の河川の氾濫っていうのは、ちょっと一応調べてみますね、今。以前も調べたんですけども、かなり昔まで遡らなかったらなかったと思うんです。加古川河川の氾濫。ライブカメラとかそういう情報の欄が出てくるだけで、記録的なものがないんですよね。出てこないですね。被害想定とかあるんです。加古川氾濫、加古っていうのがありますね。けどそれを見ても、こういうふうな状態ですね。調べようとしても。国土交通省、川の歴史を見たら分かるのかな。ちょっと待ってくださいね。1500年からの情報は載ってるんですけども、こちらはさすがに1500年前の映像ではないんでしょうけども。船着き場とかは、あったと。そういうことですね。河川の氾濫大洪水が1658年とかですから、1660年にかけてということですね。
工事に要した人員は延べ60万人に及びと、まあ、いうような形で、まあ、河川らしい河川に、まあ、これぐらいの時期に作られ始めたんだと思われます。で、まあまあ、こちらカラーの映像ですから、まあまあ、ここ100年以内の映像であることは、まあ、まず間違いないとは思います。たまにはもう今の現代技術だったら白黒に色をつけれるような技術もありますので、まあ、周りの建てる鉄塔とかを見た時に、まあ、ある程度近代的な写真だなというところで、まあ、ちょっと自分なりに分析してということになってきます。先ほど見ていただいた通り川幅軽く50メートルはありますので、まあまあまあ大丈夫だとは思いますね。で、うん、まあ一応まあ上乗り越えていくっていうこともまあ一部想定しておいてですね、あとはまあ両サイドの岸壁工事もある程度はしておきたいというところですね。それとあとは基本的に橋の上とかに門を設置しようとしたりするのは、その河川の広いところでしたら、その基本的にはハンドルぐるぐるで、電気は通電しなくても門が上がるような形にはしておくんですけども、滑車の容量とかでできるのはできるんですよ。まあ油圧に関しても電気は通電してないと無理なんで、まあハンドルぐるぐるの形になります。まあ、少しずつですよ。もうこれだけ回してもほんのちょっとだけ上がるぐらいになるんですけども、その力の容量をこう小さな力を大きな力に変えると思っていただいたらいいです。その代わりたくさん回さなきゃならないと。まあ枚方大橋のところをじゃあ合流してる先に作るんじゃなくて、橋のところに作ったらいいじゃないかって思われるかもしれませんけども、そこもね、結局橋を新しく架ける可能性があります。で、高速道路とかで、高速道路って上に乗せてるんですよ。で、橋脚の上にで、それを、まあ、車が横行してる社会に関して、問題がありすぎるということで、山間部の方の、ほとんど使われてない、あんまり車が走ってない高速道路、あんまり意味のない高速道路本当にあるんですよ。それも取り外して、で、枚方のところにまあ橋脚も持ってくるかどうかは分からないですけども、まあ、持ってこれるんだったら持ってきたらいいですけども、大きさ運べるのかなのところで多分無理だと思うんですけども、現場で作らなかったら、まあそういうふうな形で物事を進めるという考え方ですね。っていうのは合流してる河川ですから、枚方大橋とその横の小さな河川のところに水門を作ったとして、ストレートに地下水流ストレートトンネルを設置した時に多分ぶつかると思うんですよ。特に枚方大橋のところは長い距離を地下水流ストレートトンネル発電の距離を取りたい、まあある程度河川のまあ蛇行とかがあります。で、合流してるところからも地下水流ストレートトンネルを引いた時にそれはぶつかるぶつからないがありますから、まあそれでまあ以前の案にやっぱりまあ最終的にまあなるという形ですね。だからまあ方向性として考え方とかいろいろ言い出したらキリがなくなるので、まあ、枚方大橋のところにそのまま設置するっていうのも一つの手かとは思うんですけども、これもね、まあ集まるお金と費用対効果でもしかしたらもう枚方大橋のところに作る案になるかもしれません。だからまあその辺のところは国がどれぐらいのところまで河川の土砂のかき出しとか、それを、まあ、運動部の人たちに時間給つけてあげて国の方で雇ってあげるだとか、あとは、まあ、一般的に仕事してる人たちで、河川の土砂のかき出し、春から秋にかけて、まあ、暇ですよっていう人とか
の仕事に回し上げてもいいでしょうし、ただし絶対条件、体を鍛えている人じゃなかったら務まらないですから、いちいち6時間なり7時間なり働いたときに持たないですから。まあどちらかというと、まあ、アスリート系の人じゃないとできない仕事になってきます。実際あのプロのスポーツ選手とかがすればいいんじゃないかなというのが、まあ、僕の発想でもありますし、まあ、高校生ぐらいでしたら本気であの甲子園を目指している人たちとかだったら体だいぶ鍛え込んでますから、多分あのできると思うんですね。でするからこそ体が鍛えられるという部分があります。ということです。加古川の、市場というところの位置に設置する水門と、平方大橋のところ、まあ、基本的に大きな河川のところに関しては、橋のところに門を設置する。まあ、ハンドルぐるぐるもそうなんですけども、そこから、ハンドルぐるぐる回せるような仕組みにしておくっていうのもそうなんですけども、一応いざとなったらクレーンで引き上げると。まあ、なかなかないですよ。その各、特に各河川で分類すると、10年に1回あるかないかの話になってきますんで、集中豪雨なんていうものは。まあ、まあ、各河川に分けたら、もっと確率低いかもしれないんですけども、まあ、河川の底をすべてあのコンクリート化したときに、その水がその晴れの日の場合だと、晴れの日に流れている水の量の場合だと、3分の2ぐらい、多いところでは地面の中に、まあ、吸い込まれていってしまってるんです。高は数キロでですよ。10キロあるかどうかの範囲で。ということはですよ。まあ、大雨の時に関しては、まあ、まあ、その、2分の1も吸い込まれることはまず絶対ないはずです。多分100分の1か、普段流れてる水の量と比べた大雨の時とかは、100倍ぐらいや200倍ぐらいの量の水が流れてるんです。その、カラカラの晴れの日が1週間ぐらい続いた時に、河川見に行ったらびっくりしますから。大きな河川でも。水が流れてないところは流れてないですから。そんなもんなんですよ。なんか河川の底をコンクリート化は絶対必要であって、河川の底に水が染み込んでいって、水が抜けていって地下で空洞化していて、それで地下で一斉崩落が起きて地震が発生している可能性もありますんで、十二分に。阪神・淡路大震災はその線が濃厚です。一回テレビの放送でもそれ、全国放送で全部してもらいましたから。私の方からの調査で。で、まあ、防災的な部分があるから、その辺のところは国にしてもらうの話で、まあ、通用してくると。国からの税金でと。で、できるだけ重機を使わずに、まあ、人が行うと。河川の土砂のかき出しとか、石の運搬とかですね、ある程度の大きさまでの石は。なあ、その辺のところは簡単にできることですから、特に人数集めたら。昔のとある我々のしていた仕事の力仕事、1日10トン分ほどの灯油缶を運ぶという年末とかの、本当にあのその日1日で見るときつい仕事なんですけど、まあ、年末の時にその仕事を13連勤新人の時にさせられて、全部が全部その年末に1万リットル売れるわけじゃないんですけども、6800リットルぐらいのところもあります、正直その当時の頃で。ですけども、やっぱり13連勤もさせられたら、もう体はもう悲鳴上げますね。もう腰が痛くて痛くて。労働時間は根本的にむちゃくちゃな労働時間でしたから、一月多い月でしたら370時間を突破するという労働時間。やっぱりもうちょっと体持たないですね。だからまあ、そこまでじゃないですから、明け方から、まあ、ある程度日が昇って、で、まあ、夕方のある程度の明るさの頃にはもう帰っていただくと。現場でライトなんかつけてたら、電気を消費してしまいますから。まあ、けど、それぐらいがちょうどいいと思いますよ。体力は持つ持たないがありますから。
まあ、高校生とかでしたら学校の授業が終わった後とかですから、まあ、現場で1時間とか1時間半なり、まあ、力仕事をするような形、平日でしたらそうなるわけであって、ちょうど体鍛えるにはいい時間だと思いますよ。まあ夏場ぐらいとかでしたらね、まあ、2時間ぐらい、まあ作業していただけると思うんですけども、まあ夕方だからこそ昼間の一番暑い時間帯とかを避けれて、まだ河川ですから長靴履いてたら大体のところはどうとでもなりますから、うん、まあまあそれで国の方で、お金出してもらってで行っていただくと、それでまあ高校生の人たちにとっては、まあ通勤の、定期代とか、まあ自分で出したりとか、まあ僕はそうでしたよ。高校1年生の頃は昼間の高校通ってたんですけども、まあ夕方5時から、焼肉屋さんでアルバイトを基本的にしたりとかしていって、まあその前も、まあ和食里っていうところでちょっと働いたりとかもしてたんですけども、まあその、まあ焼肉屋さんで夕方5時から、まあ、最初の方は夜の、21時30分ぐらいまで働いてたんですけども、まあ気がついたら、今考えたら、その頃法律よく分かってませんでしたから、まあ、自分たちが、そこの焼肉屋さんのオーナーが、まあ家まで送り届けたりとかしてくれるっていうことを条件ね、まあ22時以降とか、まあ、働く日もありました。それは本当は労働基準法違反なんですよ、年齢的に。まあまあ、そういうふうな形で、まあ、働いていて、僕は通勤の定期代とか自分で出してたんですよ。まあ自分の、まあもう働いてるわけですから、高校1年生で。学校に許可をもらってですよ、アルバイトの許可、していいという許可をもらって、働いてたんですけども、まあ、自分の衣服とかも自分で買うようにしてましたし。まあ高校生になったらそういうふうな生き方の方がいいんじゃないかなとは思います。社会にちょっと出てみて、社会とはどういうものなのかっていうことを、まあだんだん覚えていくっていう形で、いきなり全部は覚えられませんので、まあだんだん政府の書類と向き合って、労働基準法と向き合ったりだとか、ああいうことをしちゃダメなんだ、こういうことをしちゃダメなんだとか、そういうことを、まあ、だんだん覚えていただく時期ですので、まあ、それでちょうどいいんだと思いますよ。親孝行になるでしょうし、自分の通う高校の、通学代、定期代を出すっていうことは。まあ、僕は家にクーラーがなかったから、まあ、今ここにこのついてる、まあだいぶもう古くなって、まあ色はこんな色になってますけども、最初は真っ白でしたよ。高校1年生の頃に買ったんですよ。だから1994年か3年ですね、1995年の年に高校3年生になる年で、阪神・淡路大震災が高校2年生の頃でしたから、まあまあまあ家族にも言っていて、もう僕は買うからっていうことで、エアコン買っていいっていうことで、まあ自分で稼いだお金でですよ。で、あとはそこから先は電気代の心配ですけども、まあまあ最初、家の家族もみんな喜んでたんですよ。エアコンを使って、涼しくなって。まあこれ一応、ちょっと大きめの、サイズの部屋まで、まあ、冷やせるクーラーで、十何畳ぐらいまで対応のものなんですけども、まあ電気代もそれ相応にかかってですね、やっぱり扇風機やわと、いうことに、家族に説得されました。せっかく買ってくれたものやけども、っていうことで、まあどうしても、暑すぎる日だけ、つけることに、しましょうということで。まあ夜寝るときとかですね。まだこのクーラーって壊れてないんですよ。高校1年生の頃に買ったクーラーなんですが、あんまり使ってないから多分壊れないんだと思います。去年も結局、まあ、
ヒーターとしても使ってないんですよ。まあ話